プリシラネトはフランスの柔道家。階級は女子 52kg 級。身長 163cm。柔道2段を取得。妹のアストリドネトも 52kg 級の選手として活躍している。コートジボワールのラギューヌ州、ヨップゴンで生まれるが、幼い頃にコルシカ島のアジャクシオへ移住した。柔道は11歳の時に始めた。 2010年の世界ジュニアでは3位となった。2011年2月のグランドスラムパリでは、準々決勝で中村美里と対戦して、GS に入ってから内股で有効を取って破るが、準決勝でモンゴルのムーフバータル・ブンドゥマーに、技ありで破れて3位となった。8月に地元のパリで開催された世界選手権では、準々決勝でスペインのアナカラスコサに、 指導2で破れるなどして5位だった。世界団体では、決勝で中村に指導2で破れたが、チームは優勝を果たした。12月のグランドスラム、東京では準決勝で、金沢学院大学の橋本勇希に、大腰の技ありで破るも、決勝では、小松大谷高校3年生で、世界ジュニアチャンピオンの宮川匠に、横四方肩で一本負けして2位に終わった。 2012年7月のロンドンオリンピックでは、準々決勝で、北朝鮮の安子と愛と対戦し敗れるも、その後敗者復活戦を勝ち上がり銅メダルを獲得した。2013年8月の世界選手権では3回戦で、コスボのマイリンダ・ケルメンディと対戦するも、指導音で敗れた。翌年の2014年8月の世界選手権も3回戦で、橋本と対戦し横四方型で敗れた。 10月のグランドスラムアブダビには体重超過を理由に軽量を会場に現れなかったことによりフランス柔道連盟から12月末までの国際大会への出場停止処分を受けた。またアブダビまでの旅費代約500ユーロを返済することにもなった。2016年リオデジャネイロオリンピックではライバルでとして競ってきたシード権を持つ世界ランク5位のアナベル・ウラニオを押しのけて 代表に選ばれた。リオデジャネイロオリンピックでは、初戦でスイスの選手に足取りの反則負けを喫した。その後階級を 57kg 級に上げると、2017年のグランドスラムパリで3位となった。ヨーロッパ選手権では優勝を飾った。2018年の世界団体では2位だった。アイフ世界ランキングは938ポイント、獲得で16位。 2013年4月12日にネトは異性関係のもつれから 78kg 超級の選手であるアンファトゥマ・ダンベロと対立することになった 63kg 級のクラリス・アグ・ベニューに同じく 63kg 級のランセイさん・サンムは 70kg 級のファニー・エステル・ポスビト及び 78kg 級のマドレーヌ・マロンガと共に付き従って インセップ内のベロの寝室に入り込んだ。激しい口論の末にアグベニューがベロを何度も殴りつけたが、ネトは暴力には直接関わらなかったという。しかし、5月16日にフランス柔道連盟の起立委員会は、暴行の主犯であるアグベニューに執行猶予付きの1年間にわたる、大会の出場停止、付きがったネト他4名に執行猶予付きの3ヶ月にわたる、 大会の出場停止処分を課した。しかしながら、フランス柔道連盟がアグベニューラに示した寛大な処置に納得のいかない、ベロ側は、この一件をパリの裁判所へ訴えるに至った。2014年7月にパリの裁判所は、アグベニューに対して、ベロへ2780ユーロの支払いと、70時間の社会奉仕活動を言い渡した。ネット他4名は、 無罪となった。ありがとうございます。